風やフィをピッチャー右端に、これもどっちか左端かどっか行くか、おっしゃー入ったと報酬したぞこれでいきますよ、まあ、8回連続できるのかな、8回9連できます、この8回で決めていきます。さあもうこれで後がないよ、俺もそろそろね、そろそろなんか、あマジかエミリア来たにね、もうちょっと炎パネルあったらよかったな。さあ55ヒット、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28ですよ怖い音が。最初の二次術がすごすぎたのか、ルルだ、オーディン、カモン、単発だけでもポン、さあ、はいはいはい、うんうん、おっ初ビビアン、今日初ビビアンやんな、初ビビアン、全然今日あのいっぱい人ね引いたんですけどビビアン一回も出なかったんですよ、のすごい、なんか流れがあるよ。ディバインゲート、初心者講座という動画を、今回、ちょっと撮りたいと思っております。ですね、まあアニメ化も始まったっていうことなんで、まあ、それなりにちょっと多分新規のユーザーさんも多分出てきたんじゃないかなと思いまして、まあそれにちなんでちょっとね、初心者最初何したらいいかわからないとかっていう声が多分結構多いと思うので、まあできる限り、わかりやすく解説していこうかなと、思います。はい、まあこのもしねこの動画を見て、あ始めようかなっていう方はね、よしもしよかったら、一緒に始めていただけたらなと思います。あとはできるだけ炎を入れるのと、水風来たら、どっかで組みたいと思います。二属性でなんとか攻撃していきたいので、いきます。さあ今いい感じで攻撃できましたけど、どうでしょう、いいよ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 、お行くか、あーいや微妙なとこ、あーいけるか、ヤシロ頼む、あ何そこそこで止まんの、いや待てよ、この攻撃できるか、ごめんね、いやー中途半端に残りやがって
外出てもいいと思うんだけどな。ほっ、そっちちげえよリビアじゃねえよ。あれ、そっちですか。違うんだよな。確率の壁越えなくてもいいんだよ。はぁ、思ったな思ったより火力が出たな。ですよね。出直してきました。あー、手がちょっと震えちゃったよ。出ないかないな。単発試すか。出ないと思うけど。単発いきます。真ん中攻めでいこう。ある右上、このチームでも大活躍ですね。ガイ左上、頼みます。